話し中みたいだな。待てよ、あれロサリアじゃないか。隣にいるのは冒険者か。あっ、分かったわ、バレリナ。ビクトリアに言われた通り、引き続き手を貸してあげるから、猫の様子をチェックしたり、お風呂に入れたりするぐらい、なんてことないわ。でも、肝心な問題はまだ解決してませんよ、ロサリアさん。私たちがずっと、二人とも猫ちゃんと仲良くなれずにいたら、そのせいで猫ちゃんが病気にでもなったら、猫もこの城は開業早々潰れちゃいますよ。焦ったってしょうがないじゃない。仲良くなれないのは客観的事実であって、私にどうこうできる問題じゃないわ。やあ、ロサリア。それからそっちは初めまして。何か悩み事でもあるのか。猫猫救世主様、こんなに早く現れてくださるとは。うわ、いきなり救世主様だなんてびっくりしたぞ。かいつまんでお話しますね。私はバレリナと申します。動物が大好きで、野良猫の専門的な保護施設、名付けて猫もこの城を築こうと、行き場のない子たちを保護すればみんなを不幸な運命から救い出せますし、モンドのイメージアップや生態環境の改善にも寄与できて、まさに一石二鳥です。そこで教会のシスターたちに相談したところ、私をサポートするために優しいロサリアさんを派遣してくださいました。別に優しいからじゃなくて、ビクトリアに頼まれたからよ。医学をかじったことがある暇なシスターは私しかいなかったってだけ。なかなかやり手の冒険者だな。理路整然としててまとめ方がうまかったぞ。それでお前たちが悩んでるのはモラが足りないからか、それとも他に何か足りないもので。モラなら十分あります。それに敷地や関連する物資、規定にのっとった手続きにも全く問題はありません。なのですが、その私、猫ちゃんたちに猫パンチされちゃうんです。どんな姿勢で近づいても威嚇されちゃって、食べ物を持って試してもダメでした。私も猫たちに怖がられてるみたい。私が近づくと逃げちゃうのよね。生まれつき猫に避けられちゃう体質の人がいるっていうのは聞いても、猫の保護活動をしようとしてるのに猫と仲良くなれなかったら、保護施設の運営どころかキャッツテールに来るのでさえハードルが高いんじゃないのか。ええ、それでその方面の専門家に相談しに来たんですが、マーガレットさんもこれといったコツは思いつかないそうで、だからといってお店の人手をこちらに割いていただけるほどの余力もないみたいです。でもこうも言ってくださいました。困った時は栄養騎士と白い助手さんに頼めば何とかしてくれるわよって。まさかそんなところへちょうど来てくださるなんて思ってもみませんでした。お二人はまるでバルバトス様が派遣してくださった使者、救世主です。バルバトスに猫の世話についての知識があるかどうかはさておき、オイラたちも保護施設の運営経験なんてないぞ。確かにそうだな、猫と仲良くするってことならオイラ自信があるぜ。そう考えるとお前らの悩みも別に難しくなさそうだな。バレリナとロサリアにどうやれば猫と仲良くできるのか見せてやればいいんだろ。私は別にいいから、バレリナにたっぷり教えてあげて。治療が必要な子がいたらまた呼んでちょうだい。とにかく君たちが保護施設を問題なく運営してくれるのなら、私が手を貸すまでもないわけだ。そんなに暇そうな仕事なら引き続き関わってもいいわ。おい、教会の仕事をサボりたいだけじゃないか。では早速猫もこの城までご案内しますね。
シロって名前なのに、なんの変哲もない普通の。これでも町にある空き家の中では一番大きな物件なんですよ。家賃もさほど高くないし、キャッツテール風の内装一式の費用と計画では、健康状態のいい猫ちゃんについては引き取り許可書を発行する予定なんです。もし責任を持って世話をすると約束できる方が現れ、なので今の敷地でも十分賄えると思います。今後事業が拡大すれば、野良犬や他の困っている野生動物たちだって保護できるかもしれません。君の計画がうまくいって、猫と相性の合う引き取り人が現れることが。お、見ろ、あそこの猫、オイラたちを待ってるみたいだぞ。はあ、あの白猫はすごい人見知りなんです。お風呂に入れる時も脱走しちゃって、真っ白でふわふわで雪で作ったお餅みたいだよな。ひひ、お前がつけた名前も悪くないけど、やっぱり雪大福って名前が気に入ったみたい。よー雪大福、よしよし、いい子だな。雪大福、一緒に遊ぶか。ほらこっちだぞ。まだ出会って1分も経ってないのに、もう猫ちゃんが懐いてるなんて。ロサリアさん、白い助手さんってもしかして魔法使いさんなんですか。広い猫でも可愛い名前をつけてやって、優しく声をかけてやれば、そのうち懐いてくれるぞ。ただし、まずは自分の例えばバレリナがおどおどしながら近づいたら、猫だって不安になっちゃうだろ。それにロサリア、お前はもっと表情を。拾われた子にも優しく呼びかければ、運命はさまよえる命に。モンドのこういう雰囲気は確かに悪くないわね。雪大福がロサリアさんに寄ってきました。もうロサリアさんを怖がってないみたいですよ。今ロサリアのやつ笑ったよな。別にどうでもいいわ。それより部屋がちょっと蒸し暑くなってきたから、風に当たってくるわ。あれ、喜ぶと思ったんだけどな。栄誉騎士さん、猫猫白魔法使いさん、猫と仲良くするコツをもっと教えてもらえませんか。これからもっと多くの野良猫を猫もこの城に迎える予定ですが、みんながみんな雪大福みたいにおとなしいとは限りませんよね。うん、任せろ、しっかり見てろよ。次はより上級の技を教えてやるぜ。猫の機嫌を取る魔法だ。焦らずに少しずつ猫と触れ合って知り合っていけば、お前も絶対猫と仲良くなれるぜ。よくわかりました。今は猫もこの城の事前準備期間ですから、しっかり観察して勉強させていただきます。
サリアさん、この子すごく怒ってるみたいです。私怖いです。君は下がってなさい。顔を引っかかれて真っ赤な血しぶきを咲かせたくはないでしょ。どうしたんだバレリナ、猫にいじめられてるの？
大福をお散歩させてたら、このでっかい猫ちゃんに目をつけられて一緒に入ってきちゃったんです。落ち着いて。ここじゃ誰も君を傷つけたりしないわ。凶悪なものも、君に悪いことを強いる奴らも、みんな塀の外よ。ここでなら君は優しい人たちに囲まれていられるわよ。鬱陶しく感じることもあるかもしれないけど。もしかして本当に伝わった？うまくいったみたい。頭のいい猫ね。こいつ他の猫と比べると本当にでっかいな。バブルオレンジのジュースみたいな色だぜ。そうだ、こいつのことはオレンジ騎士って呼ぼうぜ。警戒を解いてくれたみたい。君の方法は効果抜群ね。でもオレンジ騎士が落ち着きを取り戻したのはロサリアに声をかけられた直後だぞ。つまり別にどうでもいいけど、こんなに可愛い面倒事なら。オレンジ騎士がなんで怒ってたのかわからないけど、魔法の力でもっとこいつの機嫌を良くしてやろうぜ。私もこの子の頭と耳を触ってみたいです。暴れていない時は本当にいい子なんだけど、目の上にある傷。復元ポーションの残留痕跡からしてオレンジ騎士はおそらくここにいるはずだ。ん？旅人とパイモン、それにシスターロサリア、どうやらみんなすでにオレンジ騎士と友達になったみたいだね。調査招待の隊長さんが動物保護施設を訪ねてくるだなんて。隊長？騎士団の隊長さんなんですか？何の前触れもなしにそんなに偉い方がいらっしゃるなんて。おもてなしの用意が何も。いえ、そうじゃなくて、猫もこの城は運営許可も下りたちゃんとした施設なんです。緊張する必要はないよ。僕はただ部下の仕事に手を貸しているだけだ。今回訪ねてきたのは、先日臨時猫隊員症例ナンバー3オレンジ騎士が世話係の武器官を気絶させ城門まで逃げたところで行方がわからなくなっていたんだ。騎士団の紋章を身につけた調査小隊所属の大きな猫が城内で騒ぎを起こした。オレンジ騎士が調査小隊の騎士を気絶させたのかよ。さっきこいつの名前の前に長ったらしい称号みたいなのをつ
実は2ヶ月前にもオレンジ騎士は野外で迷子になってしまったんだ。その時トリックフラワーの蜜を食べてしまったらしくて。3倍普通のサイズの猫だって怒り出したら結構怖いのに。そう、道理で猫にとって、いや全ての野生生物にとって体が大きいことにさほどメリットはないのよ。敵にすぐ見つかってしまうという危険に常にさらされ。その通りだよ。調査小隊の拠点近くでオレンジ騎士を見つけた時、体は傷だらけでかなり怯えていた。そんな、かわいそうに。私この子に攻撃されたって。いや、すでに問題は解決したから心配しないでくれ。前に錬金薬の影響を消すことのできる復元ポーションを開発したんだけど、普通の猫と比べればまだ大きいけど、少なくとも生活に支障はなくなったし、騎士たちも交代で世話が。オレンジ騎士というのはクレイがこの子の色にちなんでつけてあげた名前だよ。みんなもぴったりの名前だと思って。示し合わせたわけでもないのに同じ名前を思いつくなんて。でも後遺症かな。オレンジ騎士は人に会うたびひどく緊張して警戒態勢に入るものだから、そんなこの子が二人にこんなに懐くなんてね。正体のみんなもこの様子を見たらきっと驚くと思うよ。それはもう偉大なる救世主、栄誉騎士さんと猫猫城魔法使いさんの手にかかれば、どれだけ凶暴だった猫も二人としばらく一緒に遊べばすぐにおとなしくなって。そうか、なら旅人とパイモン、オレンジ騎士を引き取る気はないかい？え、いいのか？あ、でもオレンジ騎士はお前の正体の猫隊員なんじゃないの？実は臨時猫隊員という肩書きもその場しのぎでつけたものでね、もともと順調に回復したら責任を持って引き取ってくれる人を探すつもりだったんだ。調査小隊は騎士団の作戦部隊の一つだから、この子にとって理想的な居場所とは言えないと思う。顔なじみの騎士が出動するたびに拠点に残されたオレンジ騎士は不安になってしまうだろうし、かといってタイと一緒に行動させれば再びこの子を恐怖にさらしてしまう。賢明な判断だと思うわ。一度恐怖に襲われた子はできるだけ刺激から遠ざけてあげた方がいいでしょうね。完全に心が癒えるまで。じゃあ人活簿にあったかい猫ハウスを作って住んでもらうのはどうだ？あそこなら魔物にいじめられる心配もないし、安心して幸せに暮らせるぜ。本当にありがとな、アルベド。気にしないでくれ。暇があればオレンジ騎士を連れて拠点に寄ってくれると嬉しい。なんて感動的な場面。最高の猫ちゃん引き取りシーンを見届けることができて。ちょっと私の頭巾で涙を拭わな。ところでシスターロサリアが動物と交流するのが好きだったとは。確かにな。でもなんとなくだけど、ロサリアには猫に親しまれる何かがあるような気がするぞ。雪大福もロサリアに懐いてたし、その後オレンジ騎士がやってきたばかりの時も。私はただそばで見ていただけよ。私ひらめいちゃいました、ロサリアさん。この数日間栄誉騎士さんと猫猫城魔法使いさんから施設の事前準備期間をもうしばらく延長して、オープン前にひとまず学んだことを実践してみます。なのでネコモコの城がせ。ロサリア、引き続きバレリナに手を貸してやるだろう。猫を助ける魔法使いとシスターの。まあいいわ、特に面倒なこともなくて結構暇な仕事だし。僕は動物の保護事業に関してはあまり詳しくないけど、どうやら重要な節目を迎えたみたいだね。困っている野良猫を見かけたらここに連れてくるよう他の騎士たちにも伝えておくよ。本当に本当にありがとうございます。
ございます。皆さんにはご用意できるかい。おかげさまで猫もこの城の事前準備もなんとかうまくいきそうです。正式にオープンするときはぜひ皆さんにテープカットを。モラもたっぷりもらえたし、オレンジ騎士も引き取れたし、おいらすっごくいい気分だぜ。